のドリップケトル好きの皆さん、こんにちは。コーヒー塾塾長のトマです。今回なんですけれども、久しぶりにやってまいりました、エペオス。エペオスさんのドリップケトル、こちらになるんですけれども、以前紹介させていただきましたよね、うんうん、これ紹介してからむちゃくちゃ売れたらしくって、はい、販売されてるのが自社サイト、楽天、アマゾン、ヤフーとあるんですよ。もう売り切れてるところもたくさんあったみたいで、それぐらいちょっと話題になったケトルなんですけれども、来ましたよ、新色、ホワイト、白。これもう開けて一回見させていただいたんですけど、僕が出会ってきた白のケトルで一番可愛い。おお、なるほど。今までね、一番可愛い白。一応まだこれデモ機になるんで、ここも出来上がってない状態になるんですよね、この撮影時点では。実はこれ明日発売開始のドリップケトルになります。機能的にはこちらの商品と同じなんですけど、カラーにホワイトが追加されて販売されるということですね。まあちょっと開けていきましょうか。いやー、これね、僕もねずっと使わせていただいてるんですけど、故障も一度もなかったし、使われてる方からクレームというか、ここがダメでしたねっていう話が一個もなかった。うんうん、そういえばそうやな。逆にいい点、使いやすいですとか、この機能いいです、探してましたとか、そういうお声をたくさんいただいてるので、もう僕としても心からおすすめできるケトルになります。ではいきます。よいしょー、かわいい。そして土台のところが、よいしょ、よいしょ、かわいい、よいしょ、合体。こちらがエペオスドリップケトルの新色、ホワイトでございます。はい、これはまた新しいターゲット層取りに行ってますよ。いやー、かわいいな。むちゃくちゃかわいい。あの、どこでも合いそう。なんかただの白じゃないんですよね。なんかこの辺のグレーの色とかも相まって、金色とかも黒とかも相まってのもうこのバランス感、むちゃくちゃいいです。これを並べてみるとこんな感じ。2台あってもいいかなもう1台すでに持っておられる方もすごい多いと思う。まあ、ちなみに塾長も2台マジで使ってるの？今もう3台になりましたね油温を解決する。そうですね、油温解決するレシピが最近流行ってんですよ。最初の序盤を90度ぐらいのお湯で抽出して、で後半を70度とかちょっとお湯の温度を下げた抽出方法とか、ね、まあ、そういった抽出方法も流行ってるんで、2台あっても、ね、大丈夫と思います。ただこっちのデザイン、多分女性の方も意識されてるんかなっていうデザインですよ。うんうんうん、まあ、女性というかファミリーでもか、キッチンって女性がのテリトリーなところ。なるほど、うん、でコーヒー好きの旦那さんが、はい、ケトルが欲しい欲しいけどキッチンに黒は合わないと。なるほど。で許可が出なかったけど白だったら、まあ、奥さんもお許しが出るんじゃないですか。なるほどね、はい、そういう使い方の提案の仕方もあります。なるほど、なるほど。こちらのケトルを使ってレビュー動画撮らせていただいたんで、詳しい機能を知りたい方はそちらの動画見ていただいたらと思いますが、今回はですね、こちらのホワイトのエペオスドリップケトルで実際にハンドドリップを抽出しながらですね、機能の方をおさらいしていこうと思います。で、この時点でもうすでに欲しくなっている方いますよね。もうこの後のレビュー動画いらんわっていう方、ちょっと待ってください。動画の最後にむちゃくちゃお得な情報をお伝えしますので、購入考えられている方はぜひ最後まで動画を見ていただければなと思います。それでは早速抽出していきましょう。さあ、それでは抽出していきたいと思います。従来モデルのブラックと新しく出たホワイトを並べているんですけれども、若干なんかここ見やすくなりましたね。ボタンがなんかグレーなんでこう見やすい。で、今もうすぐ沸騰が終わりますと。90度に達したらこのボタンがついているので90度でキープしてくれます。そして実はタイマー機能もついてまして、ここを押していただくと3、2、1、スタート、1、2、3、このようにタイマーがついてるんですよね。僕とか実家によくスケールを持って行って忘れて帰ったりするので、そういう時とか便利ですね。まあ、あとの詳しい機能を気になる方は以前こちらのブラックの方をレビューさせていただいた動画も概要欄にございますのでチェックしてみてください。では注いでいきましょう。こう注ぎが安定してるんですよね。持ち手のところちょっとグレーになってるんですよ。これ可愛くないですか。はい、滑り止めとかだな。そう、だから白とグレーだけで統一されてる。で、注ぐ時にこう注ぐ方と下持つ方いらっしゃるんですよ実はこれここ熱くないんですよ。だから僕最近こうやって注いでます。こういう注ぎ方もあり、はい、結構ねこの注ぎ方かっこよくて注ぎやすいんですね。はい、どうですか。
真下に落ちてるでしょ。で今めちゃくちゃ細く注いでます。で逆にこれいいところが太くも注げるんですよね。こういう風に後半を早めたい方、ガーッと注いでしまいたい方とかも便利ですね。太く注いでも結構お湯は下に落ちてるな。そうでしょ、こうなっちゃうケトル結構多いんですよ、うんうんうん、でも真下に落ちてくれるんで抽出が安定してくれるんですよね。なるほど、こうでもいけると。いかがでしょうか。まあ相変わらず機能性はいいということで、色以外のデザインのところは同じってお伺いしてたんですけど、白なんで膨張色なのか、ここが本当見やすくなってる、気持ち太くなったように見えますね、まあ、これも見やすくなっていい点なのかなと思います。それでは抽出したコーヒー飲んでみたいと思います。サルー。入ってるね、美味しい。ドリップしてる時に真下にお湯が落ちてくれて、しかも湯量のコントロールがめちゃくちゃしやすい。これはすごくいい点で、美味しいコーヒーを入れやすくなる、毎回同じコーヒーの味を出しやすくなる、この点がいいポイントかなと思います。あとさっき言ってなかったんですけど、これ容量がめっちゃちょうどいいんですよ。なるほど。これパンパンに入れると 900ml まで入るんですよね。このケトル使う前僕800使ってたんですよ、うん、検証とかで2回入れる時とかなんかちょっとだけ足りない時があったんですよ。なるほどね。800やとちょっと足りないんですよ。900やとなんか何かとちょうどいい時があるんです。 1000ml だとちょっと重いんですよ。で900ってちょうどいいライン、ここがいいのよ。はいはいはい、はい、そう、少なすぎても多すぎてもあかんと、900が一番いいラインだと思ってる。なるほど。実はエピオスさんって日本のメーカーなんですよね。東京発のメーカーなんですけど、細部までのこだわりっていうのがさすが日本のメーカーさんだなっていう印象ですね。で早くお得な情報をくれっていう方すごい多いと思うんで、もう発表しちゃいます。明日こちらのエピオスドリップケトルのホワイトが発売されるんですけれども、僕たちの運営している LINE のオープンチャット、みんなのコーヒー塾の方にご参加いただければ、明日の発売のタイミングでそのお得な情報をそこ限定で発信させていただきますので、ぜひ LINE のオープンチャットに参加していただいてですね、そちらの情報をご確認いただければと思います。購入される方は必ず入っていただいた方が早いかな。まあ、一応 LINE オープンチャットをご存じない方に説明すると、皆さんお使いの LINE で誰でも入れる無料の、まあ、みんなで話すような雑談場みたいな感じなんですけど、まあ、コーヒーの話していつも盛り上がってるんですよね。平和な2チャンネルみたいな。ああ、なるほど。はいはい。コーヒー好きだけが集まって平和にコーヒーのお話をする場所です。で中には初心者さんもいればプロの方もいらっしゃる。まあ、ハマった方はもうそのままね、チャットに参加していただいて、そのまま続けていただいたら嬉しいんですけれども、もしハマらなかった方は、もうその場で退会していただいても全然大丈夫なので、ぜひ一度チェックしていただければなと思います。一応情報はそのオープンチャット内のノートに貼り付けさせていただきますので、そちらをご確認ください。おそらく今の段階では、公式のプレスリリースと合わせて発表になると思いますので、はい。はい、明日に発表という形ですね。よろしくお願いします。またもや公式より先に上げてしまったっていう、前回と同じなんですけど。そうですね、エペオス様、様様ですね。いや、エペオスさん、ほんまいろいろ出してきてるよな。いや、えぐいっすよ。うちも結構あるからな。というか、僕たちの親父が一番ハマってるっていう。確かに。足し付きと、それから、これ何ちゅうですか。これ完全に親父の自腹ですからね。これ、あれ。サーキュレーター。そうそうそう、サーキュレーター。これ、親父が、普通に自腹でいつの間にか買ってたサーキュレーター、全く案件じゃないんで、普通にハマってるんで。それと加湿器、加湿器もあるよね、そっちにね、最新のやつ、はいはい、とか、まあ本当にいろんな新しいものを出されてるんですよ。はい、まあ、一度ホームページ見てみてください。どの商品もデザイン性はもちろんなんですけど、機能性もめちゃくちゃいいんですよ。で壊れにくい、なんかチャッチーところがないんですよ。さすが東京発のブランドっていうイメージですね。はい、ぜひ概要欄の方からチェックしていただければなと思います。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー塾のコーヒー屋さん、熟しいコーヒーロースターズのオンラインストアではスペシャルティーコーヒー豆を販売中です。塾長が認めた品質の豆だけを新鮮な状態でお届けいたします。詳しくは概要欄から。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。それでは今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。